岡田監督、昇格の野口恭介を絶賛。ものすごくいい。生き残りをかけたサバイバルに割って入る大卒2年目の阪神野口恭介外野手。23がプロ入り後初めて一軍昇格を果たした。もうやっていくだけだと思うので、しっかり気持ちを引き締めてやりたいです。岡田監督からも期待を寄せられた。この日はやっとヒットらしいヒット打ててきたなと声をかけられた。打撃練習を見つめた指揮官は、ずっとファームでも良かったし、タイミングの取り方も今日のフリーバッティングでもものすごくいいしと絶賛した。シーズンの折り返し地点で起爆剤としても期待がかかる岡田監督は、若手の見極めについて、オールスターまでが一つの区切りやでと説明。前川が左翼に定着しつつある中、豊田や島田も存在感を示している。若い選手が出てきたら活性化にもなると思うよ。他の選手にしてもな、オールスターまで残り19試合でもうアピールする。確かに成長スピードがものすごく速く、スイングもボールの見極めからそれに対する反応も春先より随分と良くなっている。当たれば飛ぶのは分かっているが、一軍の良い投手に対して対応できるかです。辛抱して使ってもらえる状況ではないと思うので、最初が大事。パッとチャンスをつかめるか、本当に力があるかのか結果と内容が問われる。頑張ってほしい。前川、森下、豊田、野口と若い選手が外野のポジションを争うのは見てて楽しいし、結局それが一番チーム力も上がるからな。レフトが前側で固まりつつある現状、森下の四畑の意味合いもありそう。掛布さんとの最新の対談動画で岡田さんは、森下のフォームには悪い癖がついていて簡単には治らないと言ってた。だから野口と豊田には十分チャンスあると思う。ファームの試合見てるといい若手は育ってる。その選手を一軍に抜擢した際にベンチの置物にするか戦力化するかは監督の柔軟な起用次第だと思う。野口も調子のいい今、早めに先発で使ってほしい。やっと打たない外人に見切りをつけて若手にチャンスが巡りつつある。今までと違い、調子が悪かったらレギュラーでもスタメンから消えるようになってきたし、そうなってくると若手にはなおさらチャンス。井上はなかなかチャンスを生かしきれてない印象ですが、野口はどうなっていくか見ものですね。岡田さん、やっとあるべき姿になってくれましたね。この姿勢をとにかく継続してください。本当によろしくお願いします。間違えてもノイジーミエセスなんかを起用してる場合ではないです。この前のファームでの試合でホームラン、現地で見ました。綺麗な放物線で見事なホームランでした。下半身も前側まではいかないですが、どっしりとしており、今後が非常に楽しみです。荒っぽいように思えて何の何の、すごく三振が少ないとはいえ、いきなり過度な期待してやるのはかわいそうやから、まずは一軍の空気を感じて、そして一本でもヒットが出ればいいな。野口が内野を守れたらな。打てるホスト遊撃手は出てきてほしいんだけど、まだまだ時間がかかりそうですね。若手が野手の競争がすごいね。まだいつぼもいるしね。みんなうまく育てばいい打線になるよ。一発の魅力のある井上康太も一軍に上げるべき。外野だけでなく一塁も守れるように二軍に調整してから。ノイジー並みに辛抱強く使ってください。活躍すれば新戦力になる。やってみないとわからないけど、ノイジーを使い続けるよりは何倍もチームのためになるでしょう。なぜいつぼを上げない。井上ももう少し使ってくれ。三振少ないのが良い。まずは左投手に代打からか。期待してる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。